こんなにあるよ、こんなにいっぱいあるよ、もうなくしたくない絶対。誰だこんな時に。はい、もしもし。繋がってるこれ。あ、繋がってる。ちょっとあのお願いがあるんですけども。はい。警官やってましてですね。はい。まあ薬物の所持だったり、はいはいはい、薬物のね栽培だったりっていうので、なかなか証拠がつかめない現状でして、こういうのの取引を、まあ、なんて言うんでしょう、見たり聞いたりっていうのはないですか？すいません、はい、見たことはあるんですけど、誰だったかな、そういうつてはあります？いや、ないっすね。いやでも僕ちょっと、はい、警察官ですよね。そうですけど、はい。でもまあ橋子さん自体はだって絶対何もやられてないじゃないですか。あ、そうですね、確かに。はい。いやまあでもちょっと役打ってる人何してくるか分かんなくて怖いんで。あ、すいません、そうか、ちょうど今目の前にいるんですけど。え？やっぱここだよ。今目の前にいらっしゃる。オージージーフラワー取るならやっぱここだよね。ちょっと待ってくださいね。かけ直します。僕も今日から入ったんで。持っていても罰金20万円、銃刀法違反にしかならないので。え、すいません、大した罰則にはなりません。聞いてます？景色が綺麗で写真撮っただけなんですけど。もっと救急隊員の俺と法律で戦おうと思うのよ。OGG フライは犯罪になりません。好きに呼んでください。今僕は持っていますけど罰金20万で済むんで、どうぞご自由に。あなたはじゃあ何をしてるんですか、ここで。いや、もっといいものあるんですけど、興味ありません？なんすか？僕もっといいの持ってるんですけど、ちょっと待ってくださいね。 OGG フラワーのはるか上位互換を僕持ってるんですけど、ちょっと渡しますね。マジめちゃくちゃいいやつなんで。ボルトフラワーって言って、ボルトフラワー20と水10でとんでもないの。あれ、これいらないの？硫黄いらないんですか？硫黄は。あ、そういうことか。やべ、知ってた。仲間にすっか。ただ別にやってること一緒だもんね、俺と。こんにちは。すいません、ちょっと仲良くしませんか、僕たち。え？同じことやってる者同士仲良くしません、僕ら。いや、僕はそのつもりですけどね。あ、本当っすか。あ、てか俺言いましたっけ、俺結局言ってやめたんすよ。あ、本当っすか。ガチっす。トリいつもどこでやってます？あ、そうですね、右上ですか？あ、そうそうっす、2003番ら辺でやってます。はい。まあ僕救急隊なんで、はい、割とぶっちゃけますけど、はい、この一番危なそうな7168、はい、使ってて見つかったこともないし、正直巡回してるやつほぼいないっす。7168っすか？はい、この街中っす。あ、だから俺は今から普通に街中でやります、はい。あ、オッケーっす、マジで気をつけます。そうしたらオッケーっす、あざっす。よっしゃ、作るかーい。作るかーい。昼怖えな、ちょっと。しかも、こんだけ量あるからね、今回。よし。貼られてましたわ。びっくりした。貼られてました、危なかった。びっくりした。普通に所長もいた。びっくりした警官かと思いましたよ。え、でもこれミスったら爆死しません？規律は爆発はしないです。水の限界値超えなければ。あー、そういうことか。はい、1530。僕さっきフラワーが、はい、20対100でやっちゃって爆発して死んじゃったんですよね。20対100、水は20、はい、ちょっと待って、ちょっと待って、止まって。これだった。止まれ。おい止まれ。おい止まれなさい。俺ワッパかけてもいいでしょ。普通に出んだって。おい待って。ワッパかけてもいいぞ。ちょっと待ちなさい。待ちます。本当に待ちます。どうやってやる。本当に待ちます。集中的で分かんねえ。まあ一旦ちょっと持ち物検査だけ。そうね。一旦ね。分かんないです。持ってないかもしれないし。あ、じゃあ関さんどこ行きました？どこ行った？関さんなんてのはいない。
どっか行った？おお、157個持ってるぞ。いや、じゃあいくらで許してくれます？そうしたら。え、マジで今からとんでもない額多分作れるんですよ。警察の皆さん2003で、麻薬を作成してるやつを現行犯逮捕してます。応援ちょっと求めます。これまた作れない。マジで1億払える、本当に。本当に？本当に今から1億作れるとこだった、本当に。いや正直俺はお金とかじゃなくて、この町を良くしたいっていう一心でやってるから。お前本当かそれ。さっき汚職警官してたよな、見たぞ俺。面白いね、あれは本当に金で解決してたろ。いや悪いやつを捕まえるためにおとり捜査してただけで。まずはい、これ難しくて、原材料になる花は違法単純所持で捕まえられないんですよ。え、そうなんですよ。押収になるんで、まず押収してください花を。突入するときちょっと待った方がいい。作らせた方がいいよ。作らせた方がいい。ああ、なるほど。請求書を作って、請求書で請求してください、その金額を。まあ、もうここでいいんじゃないですかね、請求書。僕すぐ払うんで。あ、でも交流があるんで、30分の。30分もあるんすか？お前無所に入れられちゃうの？本当っすか？手しこさんの乗ってた車とかってどっかにあります？いや、多分ね、もう一人の方がね、多分逃げたから。あー、乗って、そう、乗って逃げたかもしれないですね。名前は見えたんすけどね。あ、じゃあ指名手配できますよ。あ、わかりました。ちょっと俺銀行ごとの方行きますね。はい、スタイリッシュヌーブです。スタイリッシュヌーブですね。はい、あ、じゃあ俺運転すんで、じゃあ出しやってもらっていいですか？なんか俺すごいことになってません今。すごいことになってね、俺ら。あ、なんかすごいことになってません今。そうなんだ、これいけるんだこれで。なんかやばくないっすか？大丈夫。いや全然。いや新人経過甘いねー。甘かったねー、作りたてだったのに。今から 6,000 個くらい作ろうと思ったのに。甘いねー。おいお前ら重鎮さんにだけは手を出すなよ。あの人が俺の麻薬生活変えてくれたから。お前重鎮バカみたいに逃げ足早かった。捨ててたぞお前のこと。重鎮とんでもなかったぞ。しかも俺の車使われたしな。本当にいいのか、お前あれについてって。おい、俺3時間かけてさ、クソ集めたのに。え、だからどうやって集めるの？それやっぱお花畑とか行って集めるの？いや、そこまでは言えないだろ。でだよ。言えよ。このノリで、軽いノリで言ったら聞いてくれる。てか俺の座席どうにかしろよ、これ。知らねえよ、おめえ犯罪者なんだ。これ。俺、ちなみに、ぶち込むとこまで聞いてないよ。これ、本当に牢屋じゃん、これ。お、すごい、ここだ。待って、これ、写真とか撮れんじゃねえ？ある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 。おっつ。本当に牢屋じゃん。撮ろうぜ。気持ち悪いな。汚え警官どもが。歩けお前自分で。指紋も取っとくか、ちゃんと。指紋どうやって取るの？おいおい、逃げた、逃げた、逃げた、捕まえろでもなんかボスいる。ちょっと捕まえて、捕まえて。これ誰だ？うわあ、クソがー、クソがー。楽しいのかそんなことやって。人の人生奪いやがって。人の人生を奪うな。うわあ、どうだ、なんでだよ。はいはい、これ公務執行妨害、公務執行妨害。なんでだよ。で、ここから僕はどうなるんですか？一人でここにいるんですか？おい、出せ、出せ、今すぐ出せ。おい、暴力だ、おい。いや、じゃあちょっと、違う違う、今の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 違う、本当に柵殴ってただけ、本当に違う、本当に違う、本当に違う。公開、公務執行妨害。本当に違う、本当に違う、本当に違う、今のは。わざとじゃない。てかさ、俺のラインみっともすぎだよ、見て。俺のラインみっともなすぎだよ。たんまり金作れそうです。まあ、受けるところです。事情聴取。そうですね。な、何？高いとこ入れとくか。おい、シンジ！何？9時半からレースだって。レースさすがに出たい。頼むよ。無理だろ。
この時間から頼むよ、シンジ。ケンジ、こんにちは。シンジ、お前のパトカーで出よう。シンジ、お前のパトカーで出よう。へしこさんはですね。急げ、シンジ、お前のパトカーに調子的に出して。どっちが悪いか自覚しろ、ちゃんと。はい、しっかりとね、あの、牢屋で反省してみたいだから。もうバカなことやめて。しっかりとまっとうに働きなよ。おい、向井正樹に伝えとけ、覚悟しとけって。この野郎。反省したみたいだから、ね。覚えとけよ。はい、頑張って、まっとうに働きな。覚えとけよ。お、釈放されたか、やっと。早く散れよ、お前ら。うち、お前だよ。早く散れよ。お前で。タクシー会社に車あるかもしれない、マジ。26STO224。 え、マジ？あんたさ、世界で一番有能じゃね？え、これじゃない？ねえ、あんた世界で一番有能だわ。頼む。あー、なくなってるわ。なくなってるわ。これじゃない？ほんと？ナンバープレートだよ。26STO。じゃあ変わることはないか、そしたら。え、この車じゃないぞ。22HF でしょ？ FH か。え、これだよ、これ。なくなってるわ。いや、絶対これで合ってる。車は絶対これで合ってる。あ、泣きそうや、わしは。タクシー最強だ。そういうことでしょ。ちょっと任せてくれよ。とりあえず借金返さないと。どうしよっかな。